えー、某 YouTuber こと某音ゲーマーの某三田康介さんが復活したということで、えー、私から一言だけね言わせていただこうかなと思うんですけど、まあ、まずはお帰りとそして復活おめでとうと私言いたいわけなんですけど、まあ、そもそもならしこれ配信とか普段の動画でも何回も言ってるんだけど俺自身は 別に、何だろう、その三田さんがやってきた、まあ悪事って、まあ俺自身は別にそんな悪いって全然思ってないんだけど、まあ中には悪い人もいるし、まあ悪いことになってるから、まあ、まあ、悪いってまあ反省しなきゃいけないと思うんだけど、まあ、別に僕自身はオンライン歌手の別に、何だろう、何も被害受けてないでしょ俺、三田さんがやってきたことじゃはどうでもいいんだけど、まあ反省したし、本人なりに反省したし、あの、まあ出てきてくれたっていうの、僕非常に嬉しい。だけど、 意外と早いなと。僕は。意外と早いなと。僕は一言、思いましたね。パッと最初になったのは、あ、意外と早いなと、思いました。そもそも、引退するようなこと、だったのかっていうのも、僕自身は思ってるし、しかも引退するような発言をしてから2ヶ月で復活するっていうのも、なかなかにちょっと、うーんなんだろうな。まあ、なかなかにいろいろと、 ちょっともうなんかあったのかなまあ、なんかいろいろぐちゃぐちゃな撮っ,ったような、もう三田さんの中でももうぐちゃぐちゃな撮っ,ったんやと思うからもうしょうがないんやけど、まあ、意外とむちゃくちゃやなと思いましたね、私からは。でそして、まあ、僕自身は別にもう三田さんの復活に対してはかなり肯定的なんですけど、まあ、例えばなんですけど、三田さんがああいうちょっと小悪いことしてしまったからこそ炎上めちゃくちゃ燃えてしまったっていうのが考えられてて、これどういうことかっていうと、 これ言い方がすごい悪いかもしれないですけど、まあ民度というか、すごいね、なんか三田さんの視聴者で真面目な方多くて、いい意味でね、とてもいい意味でも、真面目な方多くて、やっぱりなんかこう、他の YouTuber がオンラインカジノやってますって暴露されるよりも、やっぱ三田さんの方が、今まで期待してた分裏切られたみたいな印象がでかくなって、まあ炎上してるみたいな、そういう思いで炎上してるっていうか、あのそういう思いで叩いてるって人も、 ょくっていうかまあそんな別にそんな頻繁ではないですけどたまに三田さんと話す機会だったんですけどやっぱりなんかこう復活したらあの今まで以上にやっぱ綺麗っていうかもう真面目にやるみたいな話はまあされててまあもちろんそれでいいなと思うんですけど僕はこの復活しますっていうツイートを見てあの一番上に出てきたリプライがもうこれなんですねはいこれあのちょっとまあ他人のリプライ晒すことになっちゃって申し訳ないですけどまあこれが出てきた時点で その方向性ちょっと俺は無理がないかと。これは心配ですね。まあ本人がやりたいようにやるのがまあ別にいいと思うんですけど。まあ、ちょっと綺麗な三田さんとして生きていくっていうのはちょっとこれもう、まあ配信とか多分すると思うんですけど、これを追い払えるかと。追い払うっていう失礼ですよね。すみませんね。追い払えるかっていうか、どう神対応するのかっていうのがね、重要なんじゃないかなと思います。以上、私から。 本当になんか、視聴者としてじゃなくて、なんか、配信として、配信者の大変さを知ってる人間、まあ、知らないんだけど、あんま知らないんだけど、配信者の大変さを知ってる人間から思うことは、その二つでした。復活早くないと、その綺麗な方向性むずくない。以上二つでした。特になんかこう、オンラインカジノとか、なんか、反省の仕方とか、そういうのはもうマジでどうでもいいと思います。さよなら。